こんばんは、こうですね、タワーのグラマシタンで、前回タワーの振り返りをしつつ、いろいろ喋っていこうかなと思います。ということで、前回タワー中に起きたことで言うと、まあ、とりあえずフェスバの方がリリースされましたね。フェスティバトルというね、まあ、モンストとシロヨカタッグを組んだ新作が出たわけなんですけど、まあ、そちらの方が、まあ、リリースされたことによって、まあ、一応いろいろありましたかね。まあ、とりあえず、白手見ないで言うと、フェスバサービス開始のなんかバナーみたいなものがなんかできてましたね。なんかエンマの方が並んでて、自由なコーデで参戦しようということで、まあ、サービス開始記念のものが作られていたんですけど、これ作れるんですね。ゲーム内の更新ができないだけで、こういうの作る人はまだいるってことなんかな。まあ別に、白手2班が残ってるとは思わないけど、まあ外部からでも一応白手2内の更新はできなくはないんですね。まあね、その、再調整とか新キャラとかはちょっと見込めないとしても、こういうのができるんであれば何かできそうな感じはしますけどね。ゲーム内更新がないとしても何か、そうだなー、ゲーム内更新をせずにできること。むずいな。それこそサークルになっちゃうのか。何なんでしょうね。そういうことなしで何か、やれることか。まあ、更新することにはなっちゃうけど、なんか、マイタワーマイタワー禁止キャラとか作ってもいいと思うけどね。なんかポケモンとかでもなんかさ、伝説のポケモン使えるルールと使えないルールとかあるじゃないですか。そんな感じでなんか、今回タワーはアイリスが使えませんとか、今回タワーはミキ使えませんとか、なんか、そういうのあっても面白いかなとは思いますけどね。まあそういうのも多分できないと思うんで、まあこのままやっていくことになるとは思うんですけど、まあちょっと話戻しまして、フェスバなんですけど、フェスバ、今んところどうなんだろう勢いって。まああんまり話題にしてる人見かけないから、そんなのかな。売り上げとかはまあ決算のとことかで見ていくんで、特にそれ以外は触れはしませんけども、自分が上げた動画で言うと、今のところ、まあ、一番最初、まあ、そのリリースされましたよっていう動画と、まあ、新キャラ使ってみたよって動画を2本ね、上げてみたんですけど、どっちもね、結構伸びが良くて、1個目がね、もう3万再生までいったんですよ。3万って、自分が今まで上げた動画の中で、一番伸びていますんで、自分が今まで一番伸びた動画が、モニオさんとのコラボかなだと思うんですけど、それをね、はるかに超えて3万まで行ってしまったんで、自分の中の代表作が白手にじゃなくてフェスバになってしまったんですけど、まあそれぐらい初速は良かったですね。まあで、新キャラに関しても6000再生ということで、普段まあ3000だか4000だかで、まあ伸びたらまあそれ以上行くこともあるけど、基本それぐらいを推移してるわけなんで、まあ、それの倍ぐらいね、再生数があるってことは、まあ、それだけ今んところは注目はされてるってことでいいんですかね、フェスバ。これまあ、初速なので、これ以上はちょっとわかんないんですけど、今のところはこんな感じみたいなので、まあ、ここからどうなっていくかだと思います。ここから初速することも全然ある。まあ、それこそ、ゴルフとかそうだったかな。まあ、初速からもちょっと怪しかったけど、まあでもちょっとね、いろいろあれで、まあその伸び悩んでしまっていたので、ここからが大事かな。それこそ初コラボとか大事だと思いますよ。ゴルフってエヴァとコラボだったんですけど、エヴァだとちょっと弱いかも。いや、エヴァが悪いとは言いませんよ。エヴァも、まあめちゃくちゃでかい IP だし、人気作ではあるんですけど、ただエヴァってなんか、目新しさがないんすよね。なんかその、どこのソシャゲともコラボしてるから、なんか、おおって感じがあんましなくて、なんか、だからなんかもうちょっと目新しいとことか、それこそなんかね、その次の秋アニメの、なんか、新しい新作とかさ、そこら辺とかだとワンチャン注目される可能性は、あるかなーっていうところですかね。で、ちょっとあれですね。試合の方触れなさすぎるんで、ちょっと一旦ちょっと離れますね。この話題から。ちょっと一旦ちょっとグラスの話題から触れていくんですけど、グラスに関しては、ちょっと DM じゃない、言っちゃうわ。これコメントか。コメントの方でなんかエルルチアの使い方知りたいっていうものが来てたので、久々に使ってきました。エルカスミルチアミキって感じで使ってきたんですけど、まあそうですね。基本的に、まあ、振り対面になるのは、エルミウエとか、あとは完成したミキとか、まあ、そこら辺なので、そこら辺をメタれるキャラを3枠目に入れれば、まあ大体のキャラはいけるかな。アイリスはまあ結構楽々ね、その、エルルッチアで倒せるし、
アスラに関しては、まあ、完成されたらちょっと無理なんですけど、完成される前ならいけるしってことで、そうですね、まあなんかその近いとかで、あの手前に飛びついたりすると、まあ飛びつくというか落としたりすると強いんで、まあ、そういった感じで打ち方工夫すると強いんで、まあさっきの動画中で使ったような使い方で使うといいかなと思います。ちょっとアウトで負けちゃったけど。まああんな感じで使うといいかなと思います。まあ3枠目、まあ自分ミキ使いましたけど、別に他のキャラでもいいとは思いますよ。エレノアとかでもまあいいとは思うんで、まあそこら辺はお好みかなと思います。ということで、話戻りたいけど、とりあえずハード入っちゃったんで、ハードの編成もちょっと触れていきましょうか。ハードで来た編成は、これはDM で来ました。なんか、エンマ後継者春ということで、まあ、一応もうすでに使ってる人がいる編成ではあるんですけど、まあ、違うとこで言うと、後継者に邪神春だけ、この改ざんするラケットも出せてるところかなと思います。まあ、やりたいことはすごいわかる。まあ、後継者で時間稼いで、春で改ざんってことをしたいんだとは思うんです。実際、そんな感じで使うって感じで書いてあったので、その DM の方でも。まあ、わかるんですけど、使ってみた感想としては、まあ、このままだと逃げられちゃいますね。後継者からその春につなぐときに。まあ、こんな感じで逃げられちゃうんで、まあ、逃げられる分にはまあ、いいっちゃいいんですけどね。まあ、そのエンマミラーさえ避けれれば、エンマってめちゃくちゃ強いから、まあ、ありっちゃありなんですけど、もし、このコンセプトを、まあ、ちゃんとこなしたいのであれば、やっぱ、交代封印欲しいなってやっぱ思っちゃいましたね。トレオスと春で組む人っているじゃないですか。トレオス、春、エンマとかいるじゃないですか。あれとかも、トレオスにこう、交代封印を持たせてるからこそ成り立つ編成だったりはするんで、もし確実に改善をしときたいんであれば、やっぱ交代封印欲しいなと思いましたね。ただ、後継者の場合は、まあ、それするよりはあれかな。エンマラケとかで早々に決めちゃった方がなんか、強いような気もしなくもないみたいな感じだったので、まあ、いろいろ改善の余地はあるのかなとはちょっと思いました。面白いけど、なんだ、その、まあ、理論上は強いんだけど、なんか、実際に使ってみると、意外と穴があったよっていうところかな。まあ、悪くはないんですけどね、もともと使ってる人がいる編成なんで、悪くはないんですけど、まあそんなとこでしかね、使ってみた感想としては。はい。ということで、グラスも入っちゃったので、グラスにもちょっと触れていくんですけど、この編成は、これもDM で来た編成ですね。暴走仁王とエレノアをなんか合わせると強いよみたいな感じのものが来てたんですけど、まあ実際まあ、悪くはなかったかな。まあアイリスに吐き抜きつけて、まあエレノアで倒しやすくするって感じだとは思うんですけど、やってみた感じとしては、まあ、普通にやる分には、まあ、アイリスに先に SS 打たれちゃって、不要無効をつけられちゃうんすよ。なので、それ嫌だなと思って、まあ、今回ミラだけを使いました。まあ、実際持たせる人多いんで、まあ、実際強いなとは思ったんですけど、まあ、吐き抜きをこうやってね、つけれたアイリスが、まあ、その後ね、どうだったかっていうと、まあ、やりやすいっちゃやりやすいですよ。SS とかも遅いんで、まあ、結構取りやすいなぁとは思ったんで、悪くはないんですけど、これね、連鎖をし続けることができるんであれば強いっすね。そのアイリス対面で。できるんであれば強い。吐き抜き側にずっと打ってれば、まあ、全部弾早いか打ち上げになるんで、まあ、強いっちゃ強いんですけど、まあ、まあそこそこ強いね、止まりかなとはちょっと思ってしまいましたね。なんか、結局、連鎖をもし途中で途切れちゃった場合とかを考えると、まあ、バックの方で撃たれちゃう。まあ、バックというか、まあ、その吐き抜きがない方で撃たれちゃうとか、そんな感じやられることも全然あったんで、まあ、使いやすいっちゃ使いやすいけど、まあ、その、完成しなかった場合、まあ、流れに完全によるので、まあ、もうちょっと改善点はあるかなとは思いましたね。普通に使う分にはやっぱクリスマスキャラとかと組み合わせる方が強いかなとは思いましたかね。なのでまあ、面白いけどまだ改善の余地ありということで、まあ割と今後に期待かなということで、はい。グラスはそんな感じで。で、クレに関しては、これは DM とかじゃないかな。なんか使ってみたらみたいな感じで教えてもらった編成なんですけど、まあ、エルルカエルディーン月見ということで、まあ、基本的にエルディーンを使って、見た感じになるんですけど、まあ、エルストーム張ってエルディーンで決めていくっていう感じで、今回、まあ、暗闇で使ってみたんですけど、まあ、テレシア対面では結構いいかもしれないです。それ以外のキャラはちょっと正直あんま倒せる気しないんだけど、テレシア対面だったらもうこうして暗闇につけたりとかして、まあ、起動で決めていくってことはまあできたかなと思うので、
まあ、割かし悪くはなかったかな。まあ、やっぱ、オンザの球が強いんで、暗闇中にこうやって決めることもできるし、で、エルストーム大体足遅いんで、取るの難しかったりとかして、まあ、そんな感じで、まあ、悪くはないかなとは思いましたかね。まあ、月見に関しても、エルストーム中の月見はまあ強いんで、まあ、そんな感じで使えたりとかして、まあ悪くはないかな。ただ他のキャラに対する対応力はちょっと完全に月見頼りなんで、そこはちょっとあれですけどね。ということで、この試合は、最後の試合です。ちょっといいとこなかったんで途中からなってしまうんですが、はい、こんな感じで見ていきます。で、一番最初の方の話にちょっと戻っていくと、フェス場、そうですね、フェス場なんですけど、フェス場がまあこれからまあ注目されるかはまあ今後にちょっと注視して見ていこうかなと思います。ということで、まあ、結局、終わっちゃったか。話すことないな、フェスは。はい。まあ、試合の方も終わったんで、まあ、そのまま締めていこうなと思うんですけど、はい。そんな感じで終わりまして、最終レートはどんな感じだったかというと、はい。2021。はい。これで終わりました。はい。で、最終結果はどうだったかっていうと、はい。こんな感じでした。ということで、じゃあね、次見ていきましょう。はい。じゃあ、前回の様子とか見ていこうかなと思います。あ、ちょっと、ついでになんですけど、これですね。あの、途中言ってたやつ。お知らせが更新されてたってのはこれなんですけど、こういうのは更新されるんですね。まあ、これぐらいなら、まあ、できるのか。別に、ゲーム内更新じゃないもんね。まあ、バナーとして置くだけか。はい。ということで、じゃあ、見ていくんですけど、とりあえず、タワー人口に関しては、今回ね、前回は3200人ぐらいらしいですね。なので、まあ、前回から200人ぐらい減っちゃった形になるのかな。まあ、フェス場がリリースされたタイミングと被るので、まあ、多少そっちの方をやってる人がいたってことなんかな。まあ、自分も実際、前回タワーは、まあ、最終日とかその付近はやってましたけど、それ以外に関してはフェス場やってたんで、まあ、まあ、しょうがないかな。うん、そんなところかなと思います。ということで、じゃあ、ボーダーとか、あ、こっちじゃないや。ボーダーとか見ていこうかなと思うんですけど、とりあえず自分がここで、下の方行くと、ボーダーの方が2658ということで、前回55なんで、まあ、ここはそんな変わってないのかな？はい。で、3000まで行くと、どこら辺になるんだ？ 3000 は、ここら辺か。22人ということで、あ、ここも増えてますね。前回ちょっと減って、で、まあ、下がって、た分が戻ったっていうぐらいかな。で、3100となるとここか、10人ということで、あ、ここも増えてますね。まあ、増えてるって言っても1人ですけども、まあ、こんな感じで3200となると5人か。ここは変わってないみたいですね。あー、じゃあやっぱあれか、2桁に入るような人とかに関しては、まあ、正直変わってなくて、それ以外のまあ、ほどほどぐらいの人が、まあ他のアプリとかに流れたってぐらいかな。まあ、正直毎回言ってますけど、今白手に続けてる人ってよほどのことがない限りやめないと思うんで、それが証明されたって感じなのかな。やる理由もないけどやめる理由もないというか、まあそんな感じなのかなと思いますね。まあ一桁ボーダーもそんなに変わってるわけじゃないしな。まあそんな感じみたいですね。もしね、なんかあればコメントでお願いします。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。